皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは失敗ではなくできないことの発見ということについてお伝えしてみたいと思います。例えばですね、何か新しいことをしたりすると、そんな時って、うまくいくかいかないかっていうのは基本やってみないとわからないわけですよね。で、読みが正しくってうまくいっちゃう場合も当然あります、当然あるんですね。だけれどもうまくいかない場合っていうのも当然あります、その時に皆さんがどう考えるかっていうのが、一つポイントになってくるわけですよね。どう考えるかっていうのは、例えばそれが失敗しちゃったっていうふうに思うとそれは失敗に終わります。だけれども私はチャレンジしたことっていうのは失敗っていうのは一つもないと思っていて、単純にあるのはそれが自分が欲しい成果に対してできないということが分かったっていうだけのことだと思ってるんですよね。で、このじゃあできないことっていうものの、速度を早めれば、人が例えば1個チャレンジしている時に自分が10個チャレンジをしていたとしたら、その1の中で10個ねチャレンジできてるとすると当たる確率がすごく高くなるんですよ。そうすると失敗を失敗として考えないで、次っていう風にやっていくことができるのであれば、結果として成功し続けてる風にしか見えないということになります。本人の中では失敗というかできないことが分かったということになるので軌道修正してるだけなんですけれどもね。これは私の基本的な考え方です。だからよく高橋さんはいつでもうまくいってますよねって言われますけれども、確かに確率的にうまくいくようなリサーチとかそれをやったりとかはしてます、してるんですが、本当にうまくいくかどうかはやってみないとわからないので、当然うまくいかないことだってあります。ただうまくいかない時にそれをですね、うまくまた軌道修正変換をして、よしこれでやっていこうというふうに考えると、結構ねうまくいったりとかすることとかあって、その引き当てがどれぐらいの感じで引き当てられるのかっていうことによって、変わっていくっていうことになります。だから確率論の問題としてうまく引き当てることができるその速度を早めれば、世間的には失敗って言われていることが失敗にならないということになりますので、この点がね結構ポイントっていうことになっていきます。ですので、こちらの方ね、失敗っていうふうに考えない、できないことが発見できたラッキーと思えば、次からそれはねやらないことになるので、どんどん成功確率が上がっていくしかないので、そういう考え方をするだけでね随分イメージが変わってくるんじゃないかなと思いますので、何かにチャレンジするのを恐れている方っていうのは、そんな観点からチャレンジをねしていただけたらいいなというふうに思ってます。それでは。